私はみゆき、就職して5年、毎日忙しく働いている。打ち合わせうまくいったな。ちょっと遅めのランチをして会社に戻ろう。みゆき？え？やっぱり久しぶり。俺のこと覚えてる？覚えてるに決まってるじゃない。りょう、久しぶりだね。5年ぶりだっけ？りょうは大学の同期で同じサークルに入っていた友人。この日、社会人になってから初めて会った。そうだよ、元気かなって時々心配してたんだぞ。仕事忙しくてね。それより、りょうは今時間ある？あるよ。俺は今日休みなんだ。仕事柄平日が休みだから。じゃあこれからランチ付き合わない？久々だし、おごるわよ。声かけたの俺だし、俺におごらせてくれよ。とにかく行きましょう。みんなと会ってる？時々ね。みんな元気だよ。また近いうちに集まるから、みゆきも顔を出せば。あ、もしかしてまさしのこと気にしてる？いや、まあ。もう5年も前だよ。全然平気だって。本当に？うん、今となっては黒歴史。じゃあどうして集まりに顔を出さないの？単純にまさしのことが嫌いだから。勘違いしないでほしいんだけど、まさしに恋愛感情は欠片も残ってないわ。でもやられたことは許せないから、顔も見たくないってだけ。そっか。まさしとは私の元彼で、私に恋愛のトラウマを植え付けたクズ男だ。本当は集まりにまさしを呼びたくないんだけど、みゆきとのことを知らない奴が声かけちゃうんだよ。でしょうね。みゆき、もう本当に大丈夫？大丈夫だって。りょうは相変わらず優しいね。ちょっと聞いていいかな。何？みゆきは今彼氏はいるの？いないよ、仕事に夢中だから。そっか。じゃあよければ時々でいいから俺と会わない？りょうと？ダメかな。ダメじゃないけど、それってもしかして口説いてる？うん。ごめん、りょうのことそういう対象として見たことないんだ。わかってるよ。でもちょっと可能性をくれたら嬉しいんだけど。可能性か。わかった。でもあまり期待しないで。私この5年誰にもときめかなかったから。みゆき、私は5年前当時付き合っていたまさしに利用されていたことに気づいた。それ以来恋愛に興味がなくなってしまったのだ。大学入学後、田舎から都会に出てきた私はすぐにおしゃれでかっこいいまさしに一目惚れした。みゆきちゃん可愛いね。俺と付き合わない？え？うん。その日は天にも昇る気持ちだったが、まさしは私を都合のいい女としか思ってなかった。みゆき、バイト代入った？うん、昨日給料日だったから。じゃあおごって。まあいいけど。焼肉食いたいな。あさって提出のレポート忘れてた。まだ頑張れば間に合うよ。無理だよ、みゆき代わりにやってくれない？え、それはさすがに。大丈夫だって、テーマそんなに難しくないし、みゆきは文章書くの上手だろ。でも。なんだよ、俺が頼んでるのに。じゃあ他の人に頼もうかな。わかったよ。本当？ありがとう。やっぱりみゆきが一番俺のこと思ってくれるよな。うすうす気づいていたが、まさしには他にも女がいた。それを問い詰めたこともあったが、俺を信じないの？と冷たい態度を取られ、うやむやにされた。まさしは私が一番だって言ってくれてる。たとえ他に女の人がいても、最後は私の元に戻ってきてくれるはず。そんな私の心を見透かすように、まさしの私への態度はどんどん横柄になっていった。俺の部屋の掃除と洗濯やっといて。夕方までに終わらせとけよ。夕方に何かあるの？人が来るんだよ。お前いたら面倒だから夕方までに帰れ。誰が来るの？友達だよ、友達。そうだ、金ちょっと貸して。2万でいいや。え？でもこの前貸した時にこれが最後だって言ってたじゃない。あ？何その態度、嫌なの？嫌だよ。あ！お、結構持ってんじゃん。それはおまけでプラス5000円貸して。よろしく。まさしの態度が理不尽だと思いながらも、惚れた弱みで許してしまった私も良くなかった。けれど大学4年生の時、私は偶然聞いてしまった。ああ、就職めんどくせえな。まさし、内定まだだっけ？就活したくなさすぎて。もうだるいから誰かに養ってもらおうかな。年上のお姉さんとかに？ああ、でも、自由ないのも嫌だな。そういや、みゆきが大手に内定決まったって言ってたし、しばらくみゆきのとこでいいかな。お前な、さすがにみゆきちゃんの扱いひどいぞ。彼女なんだろ？みゆきが彼女？いやいや、なわけないじゃん。うわ、お前マジかよ。あいつは俺の召使い？そんな感じ。頼んだら何でもやってくれる便利なやつ。あいつのおかげでバイトもしなくて済んだし、やりたくなったらすぐにやらせてくれるし。他の男子はドン引きしていたが、まさしは気にせず、私との行為についてペラペラと話した。おい、そういう話をするのはやめろよ。その場にはりょうもいて、彼は本気で怒ってくれた。あ？なんだよ、お前何キレてんの？すごい不愉快だ。みゆきの気持ち考えたことあんのか？お前に関係ないだろ。うるせえな。
うるさいのはそっちだよ。みゆき、お前今の話いつから聞いてたんだ。マサシが就活嫌がってるところから全部。あ、誤解すんなよ。ちょっと嫌な言い方したけど、それはノリっていうかさ、な、わかるだろ。わからないし、わかりたくない。え、私本当にバカだった。なんでこんな男にずっと執着してたんだろう。今やっと目が覚めたわ。すごい無駄な時間とお金を使った。勉強代にしては高すぎたわ。おい、みゆき、近づかないで。このクズ、最低男、二度と顔を見せるな。私はマサシの連絡先をブロックし、アパートに戻ってひたすら泣いた。マサシへの怒りもあったが、それ以上に自分への不甲斐なさに涙が止まらなかった。私本当にバカだ。大バカだわ。初めての恋愛でひどい失敗をしてしまった私は、それから恋をするのが怖くなってしまったのだった。それじゃあ連絡するね。うん。でもまさか寮から口説かれるなんてね。びっくりしたわ。気持ちは嬉しいけど、きっと好きにはなれないだろうな。まさしとの恋愛を思い出すと未だに胸が苦しくなる。あんな辛い思いは二度としたくなかった。ところが、ごめん遅れた。スマホ忘れて取りに戻ったんだ。汗びっしょりじゃな。大丈夫？俺は全然。でもみゆきが待っててくれてよかった。まだ20分しか待ってないよ。ほんとごめん。取りに戻ったスマホ充電外れててバッテリーもなくて。あら、ほんとだ。遅れたお詫びに今日は俺のおごりにさせて。この前もおごってくれたし今日はいいよ。でもいいからいいから。待ち合わせに遅れてこんなに謝ってくれるなんて。まさしの時は遅れるどころか来ないこともあったのに。亮とのデートで私は大切にされる喜びを知った。ここのパスタみゆきも好きだと思うんだ。おいしいだろ。遅いから送るよ。大丈夫、亮明日早いんでしょ。じゃあ駅まで。あ、心配だから帰ったらメッセージくれる。わかった。優しくされるとこんなに嬉しいものなんだな。それからも私は亮と二人で会い楽しい時間を過ごした。そして半年ほど経ったある日告白された。やっぱり好きです。結婚を前提に付き合ってください。りょう、この半年みゆきと一緒の時間を過ごすほど大好きになった。俺にはみゆきしかいないって思ったんだ。やっぱりまだ恋愛できる気持ちにはならないかな。ううん、実は私もりょうのこと大切に思うようになってる。みゆき泣いてるの？うん。私ね、もう誰のことも好きになれないって思ってたから。でもそうじゃなかったって分かって嬉しいの。りょう、本当に私なんかでいいの？何言ってるの？俺はずっとみゆきが好きだったんだ。だから今、最高の気分だよ。嬉しい。恋人になっても、りょうの態度は変わらず、私を大切にしてくれた。お互いの両親にも会い、交際を始めて1年目の記念日に婚約指輪をもらった。俺とずっと一緒に家族になってほしい。嬉しい。ありがとう。これから忙しくなるね。結婚式や新居も探さなきゃ。頑張ろうね。あ、大学の仲間たちには俺から報告する？もしかしてまだマサシのこと気にしてるの？ごめん。本当に今は何とも思ってないから。さすがに式には呼ばないけど、仲間の集まりであってもスルーできるよ。本当に？まあ顔見たらムカつくだろうけど。でも俺もマサシの顔見たらムカついちゃいそうだから声はかけないよ。リョウは大学時代のサークル仲間数人に私との結婚を報告し、その流れで久しぶりに集まりに参加することになった。二人ともおめでとう。びっくりだよ、まさか二人が付き合ってたなんてさ。でもこうしてみるとお似合いだよ。ほんとおめでとう。ありがとう。ありがとう。本当に親しい仲間だけしか声をかけなかったので、集まりは和やかで楽しい時間になった。みゆき、よかったね。いろいろあったけど幸せな姿見れて嬉しいよ。うん、ありがとう。私たちみゆきとりょうのこと応援してるからね。ああ、そうだな。みんな今まで口には出さなかったけど、まさしとのこと心配してくれてたんだな。その時だった。いや、遅れたわ。ごめんごめん。は？え、なんでお前いるんだよ。そこにいたのは7年ぶりに会うマサシだった。誰か呼んだのか？呼んでないよ、私だって。なんだよそれ、水臭いな。久しぶりじゃんみゆき、元気だった？なんか垢抜けたね。どうやらマサシは今日来た友人の一人が SNS でうっかりつぶやいたのを見てここに来たらしい。みゆき、マジで亮と結婚すんの？やめといた方がいいよ、こんな地味なやつ。そんなことを言いにわざわざ来たの？お前さ、ずっと俺を避けてたでしょ。ってことは裏を返せば俺を意識してたってことだよね。マサシ、お前いい加減にしろよ。いいよ、放っておきなよ。何その態度、余裕じゃん。昔のお前は可愛かったのにな。俺がちょっと冷たくしたら泣いてすがって、してないでーってしがみついてきたもんだ。おい、
今日ここに来たなら何の集まりか知ってるだろ。失礼だぞ。俺は結婚を祝いに来たわけじゃないし、みゆきに昔話をしに来ただけだし。っていうか呼んでないんだから帰りなよ。迷惑。みゆき、お前本当は後悔してるんじゃないの？りょうなんてつまんない男を捕まえてさ。みゆき？我慢できない。なんだ？だってさっきからまるで自分に価値があるみたいに言うから。すごい自信だなって。いやびっくりだわ。まさし、あんたこんなダサかったっけ？は？思い出フィルターかかってたんだわ。久々に見たら全然かっこよくないじゃん。年取ったから？いやでも亮も同い年なのにね。亮の方がずっとかっこよく見えるよ。なんだと？なんで俺が亮なんかと比べられるんだ？比べるまでもなく亮の方が素敵だけどね。いやびっくりしちゃった。本音を言うとさ、やっぱりマサシに会うの不安だったよ。でも実際会ったら拍子抜けだよね。え、こんなんだったみたいな。うわぁ、こう言っちゃなんだけど、昔の私の男の趣味悪すぎだわ。やだみゆきってば。はっきり言いすぎだよ。なんだよ、誰に向かってそんな態度してんだ。あ、あんたこそ一体何様？誰に向かってそんな口の利き方してんのよ。ちょうどいい。いつかあんたをぶん殴ってやろうと別れてからボクシング習ってたのよ。表に出な。マジかよ。渡したお金は勉強代として諦める。でも一発、いや五発くらいは本気で殴らせなさいよ。待て、俺は用事を思い出したから。あ、逃げられた。みゆき、ボクシング習ってたの？初めて聞いたけど。まさか、ハッタリだよ。え、すごい迫力だったから本当かと思った。殴る気はあったけどね。びっくりした。やれやれ、仕切り直しでもう一度乾杯しようか。そうだな。お騒がせしました。ううん、見ててすっきりしたわ。私もすっきりしたわ。マサシとの再会で私はすがすがしく未来を歩いていける確信を持てたのだった。後日分かったことだが、どうやらマサシは別れてから私に未練があったらしい。リョウと結婚すると聞いて、あの日私を取り戻そうと思ったそうだ。でも今の私はあの頃のマサシの態度に一喜一憂する私じゃなかった。月日が流れたおかげできっぱり過去と決別ができてよかったと心から思うのだった。